おい、胸を。鈴木胸を。偉そうすんなよ、お前。胸を。お前詐欺師じゃろうが、お前が。胸を外す事件忘れてないぞ、お前。まあ、何が懲罰委員会で、お前が懲罰だよ。懲罰委員会開いたけど、誰も何も言わずに、全員集合それこそ、僕言うことないんで、議長に一任しますよっていうふうに連絡して、わざわざ集まる必要ないじゃん。そこまでしてね、 集まることの重要性を強調しなくてもいいんですよ。それこそ、懲罰委員会開くために、その会議室を整備する人の人件費、手間賃、電気代、どうしたんですか無駄そのものじゃないですかそれで全員無言でしょアホかいなと。お前が懲罰だよ。ちなみに胸を外す事件。これはですね、ロシアのプーチン大統領と組んで、鈴木胸をさんがですね、 日本を売り飛ばしたというね、とんでもない事件ですよ。こういう風に書いてます。日本人とロシア人の友好の家、通称ムネオハウスの工事に関わる入札を意図的に地元建設業者5人と鈴木ネオが共謀して随時契約させた事件。凶悪事件ですよ、これ。こんな奴が懲罰委員会の一体なんで議長ができるんですか悪党ですよ、もう。ね。悪党、胸を胸を、悪党 ねえ。圧戦収賄、受託収賄、議員証言法違反、政治資金規制法違反。いや、もうね、違反の恩賞ですよ。鈴木宗を。お前、どうしようもない悪党じゃないか。一体誰を裁くんだよ、お前が。<laughs> かわいそうに。なんだろうね。やっぱり、政治の闇ですか。悪党も、悪党すぎると悪党じゃなくなる。つうことは、 やっぱり似たような人が国会議員を占めてるってことなのかなそんな悪党の群がる国会というところに、なかなかね、行きたいと思う人はいないでしょうね。悪の創屈、国会。怖いですね。胸をハウス事件。鈴木胸を氏が入札を談合して地元の建設業者5人と、ね、共謀して随時契約させて国に損害を与えた事件ですよ。怖いですね。 いや、これをね、もう、最近の若い方知らないですよね。うん、俺は忘れてないぞ、胸をハウス。もうあの時からプーチンと組んでなんかやってたんだろう。白状しろよ。人のこと責める、そんな権利があるのか。もう鈴木ネをなんで当選させてるんだ維新の会なんか、維新の会とかに。え、維新の会がね、悪党集団だからね。うーん、困ったもんだな。 鈴木宗男も相当な悪党だけど、維新の会も相当な悪党だな。うん、どうしよう。ガーシンも悪党だな。いや、悪党同士気が合うのかと思ったら、悪党同士にはね、やっぱ悪の美学がそれぞれあるってことですか。はい。まあ気がついたら、宗男さんが懲罰委員会にかけられたのもんだったですね、今回の懲罰委員会。<laughs> 鈴木宗男さん一人で喋って、みんな無言、終わり。何これみたいな。<laughs> 無駄そのもの。